家に会うのは初めてだ。最後に書いた本はパソコンに名前を打ち込めば何だってわかる時代だよ。家の修理しようか。何でも直すよ。この人なら犬を助けてくれる。どうだろうね。うちの犬はシェパードとハスキーのミックス。でもパワーはこの半分もないな。結婚は？奥さんは？別居中？ああ請求書送るよ。なあ、あんまり無理はすんなよ。どうした？来んの？なあ、喜んで。すぐにしといてほしいことある。直しとくよ。またな。だな、デボン。ところで、君たち3人は今まで何回くらい外に出たことがある？とにかく、何も怖がることはないよ。外なんてどうってことない。コーラを5本ってことで、男の子と女の子がお互い愛し合っていること。それが真剣だと証明できれば、提供が始まるまでの数年間、一緒に暮らせるようになるらしい。申請先を教えてほしい。猶予してほしいとき、誰に申請すればいい？とぼけるなよ。ごまかされると思うか？だって、ヘールシャムは特別なんだろう。教えろよ。よそ者には話せないっていうのか？茹でると傘が増えるからいつも作りすぎて足が痛いよ。俺も何も知らないよ。お役人にはいつも協力してる。ああ神様、俺死んじまう。何でもいい、助けてくれ。ここに置いてかないでくれ。狼の餌にはなりたくない。2日前バグビーの店で、今夜もここにやってくる。馬と引き割りトウキビを取りにワゴナーズスイッチで旅客列車襲ったばかりだ。もうダメだ。兄貴のジョージ・ガレットに俺のことを伝えてくれ。メソジストの巡回牧師をやってる南テキサスで。やはりビル・ウィズリーだ。ああ確かにな。グレイバックって狼人間にやられた。いつかお礼はしてやる。マッドアイが死んだ。マンダンガスはヴォルデモートを見て姿くらましを。ついてけない。マークは大丈夫だ。姉さんは？兄さん何だって？なんで？変わりない。静かだ。印刷工場の件で俺たちをパクろうとした刑事、家を見つけた。姉さんも加わるだろう。金曜だ。ヘンダーソンは毎日7時半ちょうどに通りの突き当たりから車を出す。車はシルバーのグラナダ。手分けして道を塞いでブレンダンが奴を始末する。分かったか？あ、まずい。ジャッジじゃないか。こいつはまずいぞ。あ、ケイレブ、39階でトラブル発生だ。もしもし、ピーチツリービルの管理室ですが、今日こちらで防御システムのテストを行うはずですよね。やるはずだ、確認してもらえ。何なんだよ、オタクの地区管理室は。俺は報告書に3度もテストすると書いたんだぞ。今すぐ実行しないと上司にクビにされちまうんだ。うちの上司と来たら。助かった、ありがとう。これでクビが繋がったよ。悪いが私には理解できない。レストランで食べた帰りにパンを盗むようなものだろ。僕は愛の話をしている。君がしているのは欲望の話。キティお嬢様、お会いできて光栄です。キティ、本当に分かりません。あなた次第。僕が言いたいのは、その、ここには目的があって来ました。つまり、僕と結婚してください。すまない。こんな折に言うことではありませんでした。返事は？その後ポクロフスコエ村に来て静養して、もしそれか外国の療養地がいい。足りなかったらまた送ります。シェアしたんだ、この写真。笑えるよ。その日は大変だった。それを撮ったのはサファリパーク。ジャックが死んだ後に行った。車をさ、猿に囲まれてもみんな黙ってた。帰りは母さんが運転。次の日目が覚めるとジャックの写真が全部壁から消えてた。母さんがしまったんだ。父さんが死んだ時も写真を全部屋根裏に片付けてね。ここに残したのは僕の作り笑いの写真だけ。だったら余計悪いかも。ねえ、着替えて。2時までに車を返さなきゃ延滞になるよ。僕の家族は少し変わっている。まず僕がそう。背が高くてひょろっとしていて髪は赤っぽい。母さんはよそのお母さんとは少し違う。周りを気にせずいつも何かしていて情には流されない。昔はクイーンのファンだった。父さんは母さんより普通の人だ。いつも時間を持て余している。大学で教鞭を取っていたが50歳を機に引退。悠々自適の毎日で卓球では僕に勝てない。母さんの兄のデズモンドおじさん。いつもスーツをビシッと着ていて昔から変わらずデズモンドおじさんだ。最高にチャーミングだがどこかピントがずれている。おじさんが何を考えているか誰にもわからない。
今更だけどな、みんな神に祈るもんさ。うちの爆撃手はバカだって。戦闘任務じゃない救助だ。関東島へ向かった B24 が行方不明になってるんだ。海に不時着したらしい。他の爆撃機に部品を回したんだ。エンジンが残ってるだけよかった。見てないから言えるんだ。墜落に備えろ、踏ん張れ。お前がいてよかった。前にエディ・リッケンバッカーの記事をライフで読んだ。太平洋上で燃料がなくなって24日間ゴムボートで漂流したそうだ。24日もだ。ああ、精神的におかしくなったが助かった。ブルーブック社秘密保持同意書。署名者は全ての保有データに関し漏洩がなされていないか定期的な調査を受け入れることに同意したとみなされ、行使のいかなる場においても、また外部につながるいかなる手段を用いても、すなわち口頭文書、メールなどの方法で内部情報を部外者に伝えてはならない。弁護士をつけないとほうは思えませんけど。チューリングテストなら知ってます。人間がコンピューターと会話をして、機械を相手に会話をしてると気がつかなければテストは合格。そのコンピューターには人工知能がある。 AI を作るんですか？今日こそが共和国最後の日となる。秩序なき混乱の時代と決別する記念すべき日だ。今この瞬間、ここから遠く離れた星系で新共和国は厳正に中立を守るなどと異例ごとを言いながら、この裏でダンスに肩入れしている。諸君が作ったこの恐るべき兵器、この究極の兵器が元老院に最後をもたらす。忌々しいレジスタンスにも生き残った星は全てファーストオーダーの前にひれ伏すのだ。そして今日この日が共和国最後の日として長く記憶される。砦まで全部運ぶのは不可能だ。陸路じゃな。それにあちこちにアリカラ族が潜んでるんじゃ身軽な方がいい。沢と命どっちが大事だ。ここでグラスを見取った者にロッキーマウンテン毛皮会社から特別に70ドル支給する。あと1人、じゃあ100ドル。グラスには何度も命を救われ、必ず最後を見届けろ。分かってるな。日暮れまでに彼を下の安全な場所に。フィッツジェラルド、グラスの最後をしっかり見届けて手厚く埋葬しろ。功労者だ。君は木曜は1週間おきに集荷と配達をしてる。亡命キューバ人、民間のパイロットを雇って金融品を密輸してる。モントリオールやバンクーバーを経由して葉巻を密輸してるね。面白い経歴を見せてもらった。のっけからすごかった。CAP では同期でトップ、 TWA 史上最年少のパイロット。どんどん出世してた。革命が始まるんだよ、中央アメリカで。間もなくそこで国を作ってる。我々が国を作る。それぞまさに究極のアメリカ。君みたいのが欲しいんだ。だな、ママんとこかよ。なんだよこれ、分かってサインしたのか。あんた詩人だな。文豪だっけ。何も知らねえくせに。来いよ。おい、起きろ起きろ。死んだふりすんな。おい、目を開けろ。なあおい、俺のせいじゃない、俺のせいじゃない。あいつら俺を愛してなかった。こいつばっかり愛してた。俺はいつも影にやられてた。分かった、分かるって言え。よく分かったな。じゃあどこから話そう。今から数年前、サラエボで太后が一人殺されました。その後太后ではない人々が1000万人も殺されてしまった。意味もなく、なんという茶番劇でしょう。しかし何の罪もないごく普通の人々を大量殺戮へと導いた上流階級の人間やその他の愚かな者たちには最後の時が訪れようとしています。もはやこういうしかないでしょう。はい、さようなら。いつもくたびれ果ててた。夢か現実かもわからないくらいに。それからハエ、大きく太って青々としてた。頭から離れないんだ。ハエだけじゃなくウジ虫まで。スノーク最高指導者直々の命が下った。今こそレジスタンスを壊滅させる時だ。キャラディ艦長のドレッドノートを突進させろ。基地を根こそぎ焼き払い、輸送船を撃破し、艦隊を丸ごと消し去るのだ。こちらファーストオーダーのハックス将軍だ。共和国はもう存在しない。つまりお前たちの艦隊は単なる犯罪者の集まり。姫に伝えろ、猶予は与えず降伏も受け入れないとな。私はハックスだ。貴様らの運命は定まった。銀河の塵と消え失せるのだ。
専攻は知能犯罪と応用傲慢学。大概の人は理解していないが、まず弾がしっかり回転していなければサイドスピンをかけてもあまり効果がない。求愛の儀式を邪魔して悪いが、上で称賛を浴びる時間だ。君の気持ちは想像がつく。我々の世代にふさわしいコメディを求めている読者がたくさんいるんです。そういう連中だからいいんだ、金を持ってる。だからしばらくの間こっちは味方だってふりをしててくれないか、金が手に入るまで。角度は 72.043 度で、アポロ13号が発射された角度だ。わかるよカルロス、細かいことだ。でも宇宙飛行士を夢見る少女はきっと気づくぞ。その夢を壊してどうする。これはひどい。枕をポンポンしてふわふわさせろ。そこをないがしろにするな。手を抜くな。電気掃除は隅々までやれ。便器から水を飲めるぐらい清潔にしろ。王子がいるなんて知りませんでしたよ。それより昇進は、僕はこの10年副支配人を目指して頑張ってきたんです。悲しくなんかありません。それより僕は昇進できますか。抑えましたが、ガラクタアサリには逃げられました。連騎士団の指揮下で我が方は輸送船一隻を失いました。あります、元帥。もう一隻は戻ってきて貴重な捕虜を確保。ハンソロと組んで飛んでいた野獣です。周到な侵入作戦でした、元帥閣下。護衛がやられて奴らに従うしか。